パリ13区の1パリ13区の 1, パリ,区の1パリの13区はフランスの首都パリ市を構成する20の行政区の一つである。第13区パリ13区とも言う。市の南部に一致しておりセーヌ川の南岸に面している。パリの13区は14区とともに市の南部にある行政区ゴブラン区と呼ばれることもある。セーヌ川の南の地域にある。南には ペリフェリックに沿う形で市の境界線が敷かれており、バルドマルヌ県に接している。人口は17万1533人で、20区の中では5番目に多い。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区は、その13番目に当たることから、13区と名付けられた。オステルリッツ駅。 国立図書館新館、イタリア広場などがある。1970年代後半以降、再開発が進み高層住宅等が立ち並び、また、パリ最大の中華街が、イタリア広場の南側の地区にある。パリ13区の詳細地図、ラ・パスラル・シモンで、ボーヴォワール・ゴブラン大通りから見る、パンテオン13区は、14区とともに、パリ南部に位置している。 セーヌ川の南岸に面しており、リヨン駅やベルシー公園の対岸にあたる区域である。面積は7.15平方キロメートルで、20区の、うちでは4番目に大きい。北は、同じパリの行政区である5区に接している。南は、ペリフェリックに沿う形で、パリ市の境界線が敷かれ、バルドマルヌ県の各自治体、南東は、イブリーシュールセーヌ、南はルクルムランビセートル。 南西はジャンティーに接している。東はセーヌ川を挟んで12区に接し、西はモンパルナス地区のある14区に接している。パリ13区のカルチエ小サイズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。13区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。13区の人口は、 1872年には69,431人であったのが、90年後の1962年には、約10万人増の166,709人となった。1968年に一旦減となったが、その後は増加を続け、1999年には171,533人となり、過去最大の人口を記録した。 20区のうちでは5番目に人口が多い。1975年以降は、パリの人口の7%台で推移していたが、1999年には8%台に突入した。2005年の推計では18万1300人と見積もられており、さらなる人口の増加が見込まれている。また、人口の増加とともに、人口密度も増加しており、 1999年の人口密度は1872年の約2.5倍の24004人となっている。人口の推移の詳細は次の通りである。第13区庁舎、イタリア広場より、マニュファクチャーなしのオールデゲブロン20世紀前半、半ばに建造された13区内の古典的低家賃住宅。20世紀以降、ティエールの城壁周りに形成された、 貧民靴、ラ・ゾンヌ対策のために、パリ環状に建造された。国立高等工芸学校エコール、エティエンヌ・サン・マルセル・オ通りにあるジャンヌ・ダルク、フランスの解放者像柿の、パイシーン・ジョーズ・フィン・ベーカー、フランスワ・モーリアック・カガン1970年代半ば、後半以降に立ち並び始めた柿、オランピアードなどのほか、現在も13区内では、セーヌ川サガン、パリ・リブ・ゴーシュが、 高層建築物等の再開発地区にあたる。景観高さ規制の厳しいパリ市内では1970年代半ば以降建設された15区のフロントデザイネもよく知られている。パリ郊外のラデファンスも有名。ギャラリーラファイエットから眺めるソルボンヌ大学天文台、パンテオン、そしてレオリンピアドズ13区のパノラマ風景セーヌ川に架か,かる区内の橋は 次の通りである。パリの広場はしばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。13区の広場や交差点には次のようなものがある。 ありがとうございます。